おはようございます。ロンドンガトウィック空港です。日本へ一時帰国ですが、今回も中国東方航空を利用します。航空券の値段はなんと10万円弱、相変わらず安いです。ただし今回は乗り継ぎ時間が行きも帰りも結構あるので、行きも帰りもトランジットビザ免除利用で入国するつもりだったんですが、なんと行きは入国失敗。今回プードン空港のサテライトもオープンして乗り継ぎもちょっと変わってました。帰りは無事入国することができたんですが、なんとなくトランジットビザ免除利用で入国の際にやってはいけないことに気がつきました。今回のビデオではプードン航空ターミナル1サテライトを利用した場合の乗り継ぎ及びトランジットビザ免除利用で入国するコツ、これをまとめてみました。ガトウィック空港に列車で到着すると南ターミナルです。北ターミナルへの移動は無料のシャトル、中国東方航空のほかエミレーツ、カタールも北ターミナルですから結構使われる日本の方も多いんじゃないかと思います。あと大手 LCC イージージェットは北ターミナルおよび南も使ってますから気をつけてください。チェックインカウンターはファーストフロアとセカンドフロアに分かれています。イージージェットなど LCC はファーストフロア、そしてエミレーツ、カタール、中国東方航空などはセカンドフロアです。中国東方航空のウェブサイトは不具合が多くてチェックインほとんどオンラインでできないです。以前1回だけできたことあるんですが、というわけでみんなマニュアルでチェックインしてもらいますから、チェックインカウンターが結構混みます。3時間以上前に到着してもうこれだけ並んでます。中国東方航空、中には JAL との行動シェア便もあります。はい、無事チェックイン終了しました。結局30分かかったかな。来た時は3列目だったんですが、今列が4、5、6、7列になってます。1時間ぐらいかかるのかな。ただスタッフ、チェックインスタッフが1人増えました。やっぱオンラインチェックインできないんで、みんなマニュアルでやってるんですね。はい、チェックイン結構早めに来てください。時間かかります。はい、セキュリティ無事通過。今もうコンピューターもバッテリーも何にもバックから出さなくて、そのままスキャンかければいいんで非常にスムーズになってます。有名ブランド店はありませんが、基本買えるものはロンドンヒースロー空港とほぼ同じです。こちらはフォトナム&メイソンズ、ウォーカーズのショートブレッド、2個買うとちょっと割安、3つ買うと1個ただ、そういう売り方多いです。シャルボネ&ウォーカーのチョコレート、この間お客さんが007の探してたんですね。あ、ありましたありました。ハリーポッターグッズは最近どこでも買えるようになってきたんですが、意外とビートルズとか007とかないんですね。シャルボネは007ってきましたか。ハリーポッターグッズは何店舗かで販売してます。最初に抜けるワールドオブデューティーフリーだけ免税、それ以外は免税店ではありません。消費税 20% がかかってます。おもちゃのハムレーズ、たまに可愛いロンドングッズもあります。年金生活者の味方ウェダースプーン、空港はさすがに安くないです。いわゆるイギリスのものを売ってるお土産物屋さん、これでお店大抵ターミナルに1軒はあります。ハローツはヒースローガトウィック各ターミナルに入ってます。ボルトンブラウンとこのジョーマローン、最近お客さんによく聞かれます。マカロンのラデュレ、半年前はあったかな。はい、ラウンジが使えない時の頼もしい味方プレータでございます。一時なくなってた99ペンス200円のフィルターコーヒー復活です。サンドイッチ等は街中より3割ぐらい高いので、出国前にあるプレータか駅で買ってくるとお得です。今回購入した代理店はマイトリップというところで、ちゃんとイチケット番号の入ったイチケットを送ってきました。嬉しいことに中国東方航空は24時間前とかにならなくても購入した時点でオンラインで席を予約することが可能です。購入と同時に即
年寄りは通路際の席を確保しておきました。上海到着5時40分予定で出発が11時40分、乗り継ぎ時間は6時間、微妙な長さですね。ターミナルは何も入ってないかもしれないので、入国して空港内を探検して何か食べようかなと思ってます。飛行時間は11時間5分です。ロシア上空を飛べるから早い。お酒はビールだけ、ワインもなし。食べ物と飲み物を一緒にサービスするので、食べ終わった頃にパン持ってきます。朝の5時20分です。上海浦东空港到着でございます。次のフライトが11時過ぎ、入国するかしないか悩んでるところです。中国東方航空はターミナル1利用です。ただ S1、S2 というサテライトがあり、メインターミナルとシャトルでつながってます。今回はサテライト S1 に到着しました。いかには非常に目立つように、中国人あっち、外国人こっちというサインなんですが、これは入国する外国人に指紋採取をまずさせるという意図があるようです。基本入国しなければ必要ありませんから無視してください。端末はこんな感じです。はい、右にもあり左にも至る所に出てきます。この奥に係員がいて、どっちに行けばいいか教えてくれます。入国諦めました。乗り継ぎ便の搭乗機を見せたのが失敗でした。頑張って係員と戦って入国してもよかったんですが、疲れてて面倒くさくって。そして到着したのがサテライト、次のフライトもサテライト出発で、サテライトからの出発は初めてです。サテライトにどんなお店があるのか、どれだけ空いてるかもうちょっとチェックしてみたかったので、あっさりとそんな入国してる時間なんかないという係員の指示に従って、入国を諦めました。航空会社の利用ターミナルが1番でも、ゲート番号が G の場合はサテライトなので、通常は出国した後シャトルを利用してサテライトに移動してくる必要があります。はい、今係員に誘導されたところがこちらです、ここからは国内線も出るみたいで、国際線乗り継ぎ、国際線乗り継ぎ、そして入国する人をこちらで振り分けてました。国際線乗り換えの下が国内線の乗り換えみたいです。ありゃー、さすがにまだ何も空いてません。緑の矢印がシャトル移動、黄色の矢印がサテライト内での乗り換え。オーマイゴーッめちゃくちゃ広いぞここ。はい、Wi-Fi キオスク発見。さて通じるか。中国の電話番号を持ってない場合はこの機械利用、パスポートでパスワードがもらえます。前回からこれつながりがすごい悪いんですね。というわけで空港内でもアリペイが使えないと困るので、最近はこのウビジという会社の eSIM を利用してます。トランジットの場合は1日500メガまで500円というのがあって嬉しいです。サテライト巨大です。なんと長さが630メートルありますので、機内での運動不足を解消するのに、ウォーキングするにはもってこいのターミナルです。 QR コード決済をする自動販売機です。はい、アリペイがあるんですよね。これで支払えるかどうかやってみます。年寄り、脳に柔軟性がないせいか結局買えませんでした。YouTube で利用方法ないかなって調べたんですが、まだ出てないですね。どなたかこの機械の利用方法ビデオ撮ってアップロードしてください。ダメです。なんか下は国内線っぽいっすね。あっちの自動販売機はちょっと日本風、使いやすそうですね。やっぱり外に出て何か食べればよかった。何にも空いてないですよまだ。ただいま6時半、
ライトが出る時間になったらかな。すごいですね。はい、電源と USB と、すごいですねこのワークステーション。電源、こういうとこも全部ついてます。すごいな。 USB と電源が2個ずつ、いろんな世界中のソケットに対応してます。こっちがターミナル1、2ですね。まだ復活してないのかもですね。全然窓も吹いて、ああやってないですね。コロナから立ち直ってないんだ。レストランらしきところ1軒しか空いてないです。ただいま7時1分、とりあえず1軒しか空いてないレストランで何か食べます。はい、ここしか空いてません。ホープカウェイ、なんか美味しそうなの来ましたよ。うどんです。韓国風うどん、高69元、1400円でございます。まあ空港だからしょうがないですね。一軒コンビニが開いてました。というわけでデザートには甘いミルクティーと、まあ、カステラみたいなのを購入。スターバックスの横に私がさっき食べたところと同じレストランがもう一軒開きました。なんだかんだと気がついたら搭乗時間です。上海成田は1798キロ、成田那覇が1600キロですから大して変わりません。飛行時間もたったの2時間20分程度です。大福が嬉しいです。すごい外人さんの数です。日本人ほとんどいない。お、検疫近いですね。いいとこについてます。さすが JAL とのシェアコード便。税関申告はビジットジャパンウェズ利用が便利ですね。荷物待ってる間に顔認証を登録するだけです。出てきました。早いな、3時40分に着いて戻ってきました。このところちょっと贅沢して回転寿司はトリトンです。円安のおかげ、値段を気にせず頼めるのも今のうちです。余裕を持って3時間前にやってきたら、チェックイン開始は2時間半前からでした。しばらくここに並んで待機させられるようです。去年羽田から飛んだ時はチェックインに1時間半かかりました。顔認証を漆黒端末、まだ JAL 利用の際のみみたいです。2時間半前になるとこんなに並んじゃいました。ロンドン発と違って中国いろんな都市に飛ぶ便があるので混むようです。並んでる間に気がついたんですが、ウェブチェックインを済ませた人用のバックドロップがありました。並んでる間に携帯でチェックインしようとしたんですがダメでした。中国東方航空のマイレージクラブに入ってアプリでチェックインするといいのかもしれません。飛行機また1時間遅れました。ただいま12時25分、ほぼ1時間半ですね。ウェブチェックインのカウンターさすがに1時並んだんですが全然早いです。もう列すっかりなくなりました。いろんな都市へ行く乗客が続々と並んでます。 JAL のマイレージクラブが使えるのがいいですね。時間に余裕ができたので出国前にターミナル内をちょっと探検。5月に成田から同じ便で飛んだ際もう1時間以上遅れました。機内食が中途半端な時間なのでちょっと何か食べたいんですが、空港内はちょっと割高ですから、ロンドンだったらプレタ、成田空港ターミナル2の場合は吉野に行きます。サテライトにあってちょっと遠いんですが、牛丼だけは多分町中と同じ値段だと思います。1時間遅れって言ってたんですが、搭乗が始まったのが出発予定時刻の1時間後でした。飛行機2時間も遅れたんですが、次の便までそれでも7時間35分ありますので、トランジットビザ免除を利用して中国入国します。成田でチェックインの際にもらう乗り継ぎシール絶対貼っちゃダメです。24から144時間トランジットエリア、外国人あっち
という矢印の方向へ向かいます。入国用のカードではなくトランジットビザ免除専用のカードを記入します。見当たらない場合は係員からもらってください。名前、パスポート、飛行機の便名などを記入しますが、数時間しか滞在しませんので、入国の目的のところはトランジット、そして宿泊先のところにはトランジットオンリー、これで問題なくいつも通過できてます。これを記入したらすぐ後ろに指紋採取用の端末がありますから、そちらでパスポートをスキャン。私はすでに登録されているようで、すぐこういうレシートが出てきます。初めての方はそこで指をスキャンすると同じものが出てくるはずです。このレシートとトランジットビザ免除用の出入国カードと乗り継ぎ便の搭乗券、そしてパスポートを係員に見せて入国の列へ並びます。今回はトランジットビザ免除専用のカウンターが3つ、外人入国用のカウンターと合わせて9つ、結局どれでもよかったです。入国成功。トランジットビザ免除で入国の際は絶対に乗り継ぎの搭乗券、乗り継ぎシール、空港スタッフに見せないでください。ひたすらアライバル、入国を目指しましょう。はい、入国並んで約15分で終了です。ただ飛行機が2時間遅れたんで、上海の街中行くか空港内探検するかちょっと悩んでます。到着フロアからエスカレーターを上がると第2ターミナルと結ばれる連絡通路、そこからさらにエスカレーターを上がるとチェックインおよび出国フロアとなります。ターミナル1のビル自体にはアライバルホールにも出発ホールにもあんまりお店がないんですね。その代わりターミナル1と2を結ぶ連絡通路の間に地下鉄およびマグレブの駅があるんですが、そこに結構飲食店が入ってます。先日早朝到着した際はまだ朝早すぎてターミナルの中は何も空いてないと思ったので、ここに来ればなんか空いてるんじゃないかなと、この辺りでなんか食べようかなと思ってたわけですが、乗り継ぎの搭乗券を見せたばっかりにあっさり入国を諦めてしまいました。はい、こちらマグレブのチケットより箱の反対側に地下鉄の駅があります。結構人が入ってるお店は街中と同じぐらいの良心的な値段です。先日ターミナル内で食べた韓国風うどんは1400円しましたけどね、この辺り見てると結構500円600円のものが結構あります。次回乗り継ぎ時間が中途半端な時はやはりここに入ってくるか、あとターミナル2の方も探検してみようかなと思ってます。いやー結局やることないからまたリニアモーターカーマグデブ乗ってきます。そっからまた街に行くと大変なんで単なるトンボ返りです。はい、まあでも日本のリニアが下手すると10年15年は全然開通の見込みなさそうなので、乗れる時に乗ってきます。片道だと50、往復だと80です。なんか領収書みたいなのくれます。一駅です。流洋路駅ロンヤンルーティーまでは約30キロ、乗ってる時間は8分、時間は8分ちょっとです。昔は最高速度431キロだったんですが、現在は運行しています。20分間隔で走ってますので、マグレブだけ乗りたい際は10分弱で流洋路駅到着、乗り換えて同じ車でまた戻ってくれば30分で往復することが可能です。入国係員に入って何するんだって聞かれた時はマグレブに乗りたいと言ってます。日が暮れてなければ外の景色がぶっ飛んできますから、すごいスピード感あるんですが、やっぱり乗るなら日が暮れないうちに乗りたいですね。300キロです。飛行機が遅れなければ街中に行ってレノボの店を覗いてご飯でも食べようと思ってたんですが、今回は断念します。はい、リニアモーターカー人気でございます。さてマグレブ乗ってはいいんですが、非常に中途半端な時間、何しよっかな。はい、とりあえず駅の階段ブラブラしています。ケンタッキー、マクドナルド、ラーメン屋さん、
アイスクリーム屋さんというかマックのアイスかな。町に行くんだったらここから2号線に乗ると一番にぎやかなところ行きます。うわ、安い、100円とかめちゃくちゃ安いですね。駅の裏側に回り込んだらこんな感じです。飲食店がいっぱいありそうです。結構すごい量ですよ。500円、しゃぶしゃぶですか。しゃぶしゃぶだ。店舗内もベトナム風のクラシックの椅子です。はい、こっちから空港までマグレブ行くの初めてです。よいしょ。ボンバーマンみたいな気がするんですけど、遠くから見ると一見ボンバーマンですね。さっきの店で買ったバブルティー140円、飲食禁止のサインがあったんですが飲んじゃいました。昨日はですね、オーロラがすごかったそうなんで、左側のアイルだったんですが右側のアイルに変えてもらいました。はい、今日すごい空いてるんですぐ気持ちよく帰ってくれました。インターナショナル香港マカオ台湾ディパーチャー、出国終了。 G ゲートはセキュリティを抜けてすぐ右からシャトルに乗る必要があります。今回のロンドン便はサテライト出発でした。もうすでに9時半ですけど、どれだけ空いてるかだけ見てみましょう。今年の5月に比べると随分乗客も増え、お店も結構空いてます。前回はこの辺全滅だったんですけどね、ほとんど空いてますね、この時間ですけど。最近全然通じない Wi-Fi 気をつけ。この辺りはまだ空いてないですよ。まだ電波が入ってないみたいです。では G ゲート、サテライトに移動します。でプラットフォームがガラスで仕切られてて、奥、国内線に乗る人が降りてきてました。国際線ゲート G の下に国内線ゲート H、 セブンイレブンがあります。時間が遅いとはいえ先日に比べると結構お店開いてます。ドリンキングウォーターありますね。便利店、コンビニ、前回甘いアイスティーとカステラみたいなのを買ったところです。巨大なターミナル。コロナの名残か、まだまだ中国の空港は空いてますが、いずれここが人であふれてごった返しになる日が来るんでしょうか。今回ロンドン発の際はサテライトについてサテライト出発、羽田からの帰国便はメインターミナルについてサテライトからの出発。以前はサテライトに到着して出発はほとんどメインターミナルからでした。いろんなパターンがあるようですね。安いチケットになるとどうしても乗り継ぎ時間が長くなります。ぜひトランジットビザ免除を利用して中国入国して時間を有効に使ってみてください。どっちに行けば分からなくなった時に乗り継ぎシールや乗り継ぎの搭乗券を見せたら乗り継ぎのゲートへ誘導されると思ってください。あっという間に入国、飛行機降りて5分でした。銀座カレンちゃんで買ったスーツケース、一発目でもう止められました。
はい、結構朝からすごい人でございます。中国から3機到着してます。おっと、列車に乗る場合は2階からシャトルに乗って南ターミナル出たところのエレベーター混んでるんで、右手奥の方に行ったところのエレベーターの方が通常空いてます。いや参りました。それなくてもガトリックはうちから不便なのに、今日土曜日、多分、線路のメンテかなんかで鉄道線路とか鉄道が一部動いてないようです。ガトリックエクスプレスはなし、サウザン、これ動いてないです。テムズリンク、これでとりあえずロンドンブリッジに行って、そこから鉄道ブリッジしかありません。参りましたね。ずいぶん遠回りしないといけないです。46分